どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回は普段就活生が聞けないことをぶっちゃけた質問を沢さんに聞こうという回になっております。沢さんに聞きたいことがあるという就活生3人にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私はカリフォルニア大学ロサンゼルス校の社会学部3年生の岡村翔太郎と申します。大学では社会学と心理学を専攻しており、趣味は筋トレとフリースタイルラップとダンスです。本日はよろしくお願いします。日本女子大学人間社会学部社会福祉学科3年の広中ゆりと申します。私の趣味は旅行だったり中国語だったり、最近は上海語広東語も勉強しています。どうぞよろしくお願いします。筑波大学修士1年生のバラマツこと松原咲です。今は旬ダイアリーでインターンをしております。特技は一国道の声が遅れるモノマネです。披露したいです。ありがとうございます。忖度なくですね、本当に聞きたいことをずけずけ聞いていただきたいなと思っております。で、皆さんのところにフリップがあるので、そちらに書いていただいて、お一人ずつ質問していただけたらなと思います。僕の質問はこちらです。自己 PR は準備したものを綺麗に話せすぎるのは NG なのかということをお聞きしたいなというふうに思います。淡々と話す感じだとうまく自分の PR が伝わらないのかとか、抑揚とかをちゃんとつけて、人間らしさとかをいうのを前面に出した方がいいのかというものを疑問に思ったので、それをお聞きしたいと思います。綺麗に話しすぎるっていうのを学生さんが言うときって、スラスラと喋れるかどうかみたいなことをイメージしてるんだと思うんですよね、はい、それは綺麗じゃないんですよね。綺麗な話っていうのは、でも文章とかでも棒読みだったら頭入ってきにくいですよね。中心的なキーワードは強調して言ってみたりとか、そうじゃないところはスラッと話してみたりとかっていうふうに、抑揚はもちろんつけた方がいいし、まあみたいなものすごい大事ですよね。すごいスピードで話す人いるんですよね。ついていけないですよ。ゆっくりやってくれないと頭に入らないっていうのもあったりとかするので、記憶残んなかったらそうなんですよね。そういう定義だとしたら NG かなと思いますね。ゆっくり抑揚をつけて伝わりやすいように話すっていうことができたとしても、伝わってこないなみたいなって感じたりはするんですか？2つあるんですけど、過去のエピソードについてのスラスラ感とかはちゃんと準備してきてくれてありがとうだけなんですよ。でも意見については本心を偽っている可能性を感じる。綺麗すぎると本当かよっていう声はあるっていうか、皆さん若いんで整いすぎちゃってると、いや本当は今の時期いろいろ迷ってるんじゃないのと、もうそんな革新的なものってあるみたいなね、そういう気持ちはありますよね。私の質問は印象に残る人はなんですけど、はいはい、例えば ES とか一次面接とかって強いエピソードを持ってきても他の人もたくさんいる中で覚えられないっていうので、うん、キャッチコピーが必要だっていうので、うん、なんか私は前向きなルンバとか飛躍するカンガルーとか、はいはいはい、そういう余計なものは必要ない、うん、広告制作会社とかそういう表現みたいなものがね、能力として必要だっていうところだったらありだと思うんですけど、銀行でそれ言ってもどうでもいいっていう感じかなと思います。印象って何によって形成されるかって言ったら、言語よりも非言語だっていうふうに言われているので、非言語情報みたいなところが印象に残るんですよ。ということはボディーランゲージとか、その時の姿勢だとか、声の高低だとか、スピード感とか、ゆっくり話してると落ち着いて見えるとかね、うん、私は落ち着いていますって言った時に落ち着いてないっていう印象になる、ね、非言語が大事っていうのは意外ですね。私からの質問は、会った時の印象が8割って本当っていうことで、私たちも身だしなみとか身振り手振り気にしたりするんですけど、人事側からしてどのような印象を受けているのかなってことをお伺いできたらと思って、うん、残念ながらそうかもしれないですね、うん、第一印象っていうのはどうしてもこの人はこんな人じゃないかって仮説ができます。先入観に過ぎないんですよね。面接なんて3分で分かるとか5分で分かるとかって言ってる人は、あれ間違っていて、3分とか5分で印象が形成されてしまうっていうことです。で、自分の中に形成された印象が正しいって勝手に思い込んでるだけの話で、どういうふうにあがいても僕人間なんで絶対に第一印象ってできるんですけど、それを仮説検証していくのが残りの時間に使わなきゃいけないっていうのが面接なんですけど、話がそれをあまりやる人っていうのはいないから、学生さんの側からするとそれを崩していく戦法を取っていかなきゃいけないんですね。そのために対策として自分はどんな人なのかっていうのを周りの人に聞いておくべきで、つまり印象とギャップのあるところが一体何なのか、
これを認識しとけば何を崩せばいいのかって分かりますよね。例えば木村さん、最初はこう思われるけど本当はこうみたいな、何かあったりします？建前上はしっかりしてるとかいろんなこと考えてるって思われるけど、実際裏では冗談言ってたり、結構まあ酒飲みだったりするんで、そういうところですね。真面目そうに見えるけどゆるゆるしてるところもあるよっていうふうに、例えばそれがギャップだとして、そのギャップ埋めたいっていうふうに思うんだったら、私はこういうふうに見えがちなんですけどこんな風ですよっていうのをどっかで入れた方がいい。それをしないと最初の真面目そうだっていう印象で最後まで行ったら決められちゃうことなので、うん、面接のフィードバックくださいっていうのが OK か否かっていう話なんですけど、フィードバックがないと次にどう生かしていいか分かんないので、本当は聞きたいんですけど、もしこれを聞くことによってリスクがあるなら聞けないしっていうもどかしさがあります、うんうんね、リスクっていう意味で言うと、それを聞いたからすごく悪いイメージになるかっていうとならないと思います。だけどできればやめてほしい。まず一つはインタビュー中っていうのは情報収集に集中していて、評価って後回しにするっていうのがいい面接官です。仮置きしかしてないんですよね。後で集めた情報全部見てみて、印象はこうだったけれどもあんなことやってるなと、最終評価をするっていうふうに終わった後にやる。面と向かってる時間でできることって情報収集じゃないですか。だからそこにもう注力したいですよ。終わった瞬間にどうだって聞かれても言いづらいっていう話です、まあ、もう一つは本当のことを言ってくれるかっていうところで言うと、日本人ってネガティブフィードバックをするのもされるのも一番嫌いな民族なんですよね。そういうのが分かってるから絶対いいことしか言わないし、だからあんまり有効な質問ではないっていうか、いい感じに言ってくると思うんですよね。それで安心するだけじゃないですか。でも本当は本音が知りたいんですよね。多分出てこないね、もっと言うと最終面接に近づくほどね、落ちた理由ってないんですよ。どういうことかっていうと、君よりいい人がいたから以上なんですよね。最終面接になればなるほどもう粒揃いで、もう全員取りたいぐらいいい人ばっかなんですね。だけど採用には枠があるから順番どうしてもつけなきゃいけない。でもそういうのが理由だったとした場合、説明ってできないけど、相対評価なんで、なぜ僕は落ちたんですか、お前よりいいやつがいたから以上みたいな、もうそれだけでなんか聞くまでもない。じゃああんま気にしなくていいってことですね。気にしなくていい。そのさんの会社も新卒採用最近始められたんですよね。どういう人って採用したいですか？うちはやっぱコンサルティング会社なんで、めっちゃ勉強好きな人、心理学とか組織論だったりとか統計学とか興味ある人だったりとかですね。ルーチンワークっていうとすごく否定されがちなんですけど、面接とか千本ノックできる人じゃない絶対ダメなんですよ。理屈だけで理解して、ああ分かったっていう気になってる人っていうのは面接なんて全然できないので、そういうことができる人に対してはと興味関心が強い人っていうのは当たり前なんですけど、人間好きみたいな要素と研究者的なものと両方持ってなきゃいけないのが難しいですよね、まあ、この辺りですかね。なるほど。川さんと一緒に働きたい方は下の概要欄から応募してください。 ありがとうございます、はい、ぜひぜひ。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。